久保さん。マージャン屋のおじさんにしましょうか。マージャン屋のおじさんですね。うん、まあ、あの、誰もがマージャン屋のおじさんが今、インターネットで飯食って、なんかいろいろやってるっていうのは、なんかその未来をね、描ける人はいなかったんじゃないかなと。その当時ですよ。まあ、その当時僕は身内にいなかったので、多分、久保さんの周りにいた人っていうのは、 多分、ね、全く別世界に行くわけですから反対は直接言われなかったかもしれないけれどもなんか白い目で見られたりとか、まあ、従業員からなんか白い目で見られたりとか,なんかオーナー、なんか新しいことなんか変なこと始めたらしいよみたいな、ね、陰で言われていたかもしれないし、まあ、どちらかというと 応援する人は少なかったんじゃないかなと思うんですよ。どちらかというとね、割合的に言うと。すごいですね。僕もやってみたいです。YouTube ですか僕も YouTube やってみたいです。久保さんと、久保さんどうやってるんですかっていう人は多分周りにあんまりいなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、何が言いたいのかっていうと、応援される人の人をつけた方がいいと思いますね。うん。否定される人の中でいるよりか応援される人の中でやった方がやりやすいじゃないですか。 まあよくサッカーとか野球とかでアウェイみたいなのありますけど、やっぱね、アウェイはやりにくいですよ。アウェイは。本当やりにくい。<laughs> うん、やりやすいかやりにくいかっていうとやりにくいですよね。だったらやりやすい方でやった方がいいじゃないですか。うん。自分が新しい道で、違う道でこうやっていくってなった時に、うん、それを反対する環境でやるのか、それを応援してくれる人の環境でやるのか、 多分反対している環境の中でやるならば多分その反対の言葉しか出てこないですよねどうせ失敗するとか怪しいんじゃないか騙されてるんじゃないかっていう情報しか来ないと思うんですよでも応援する側もしくはもうすでにやっている側の環境であればあそれはそうやったらいいよとかあそういう考えの時はこういうふうにやった方がいいよとかそういうふうに言われたらこう考えてこういうふうにやった方がいいよとかまあその自分が目的を達成するための情報がそこにはあると思うんですよだけど アウェイの環境だと自分が目的を達成する情報はそこにはないと思うんですよね。うーん例えばまあ久保さんがね広島からヒルズまでね六本木ヒルズまで来てましたけどあそこには同じそのここ志というかねお,お金をネットで稼ぎたいっていう人が集まってるわけですから、まあ、それに関する情報いろんな情報が飛び交ってたと思いますけどマージャン店ではそれは飛び交ってないと思うんですよ。うん、どっちの方がまあいいのかっていうと。 そっちの方がいいんじゃないかなっていうところですよね。でも多くの人はアウェイでやろうとしてるんですよ。アウェイで成功するっていうのは非常に難しいのかなと思いますね。まあ一部の人はできるかもしれないですけど、それは一部の人であり、うーん、なかなか難しいと思いますけどね。うん。だから、アウェイで、何ですか、アウェイでやらない方がいいよっていう <laughs>。別に選べるわけですから、アウェイなのかマイウェイなのか。 なんか自分でそれも選択できるわけですからね。うんだから僕も鹿児島に来て自由にこうできるのはやっぱりその誰もいないから逆に言うとね僕は経験があるんでその経験を自由に使うためには逆に人から離れるっていうね、うん。でも経験がない人は経験がある人の中にいた方がいいだろうし僕は経験がもうだいぶ積んだんでじゃその経験を自由に解き放つためには周りの環境 誰もいないな環境でワーっとやっていくっていうのがやりやすかったですしまあステージによって変わっていくと思いますけどねそれはね、うん、久保さんも今は経験値を積んでまあ一人でね、えー、自分の自宅から一人でやっ,てやってますけども昔はねいろんな人と集まっていろんな人が毎日来てみたいな感じでそうやってましたけどねい、うん、ってらっしゃい